カズハレベル90まで上げたいけど素材集めめんどくせえ。マグーと戦いたくない。マグー元気と戦うぐらいでめんどくさがってちゃもう終わりですよ。ボスの素材集めのだるいはわかるけど、キャラクターの育成なんて2、3日あれば終わるしな。性別厳選の苦しみに比べたら私は超余裕です。ぶっちゃけ一番だるいボスなんですか？みんながだるいと思う天然樹脂40使うボスって誰？個人的にはただただ行くのがめんどくさいっていう理由で無双の水とかちょっと嫌だけどなあ、無双の岩もだるいな。今はねポケットワープポイントっていう神アイテムがあるから一瞬でテレポートできるけど、いやだるかったな。原神リリースされてから最初の、いやほんまに2020年9月28日に原神始まったじゃん。いやあん時の無双みんな強かったんよ。で特にヤバかったんが無双の岩だね。ヤバかった。今さ柱さ両手剣でさなんか4回くらい攻撃したら壊せるじゃんか。昔原神リリースしたばっかの時の無双の岩の柱は20倍くらい硬かったいや嘘だろって思うかもしんないけど10倍は硬かった。20倍ぐらい硬かった。やばかった。いやその時原神始めたばっかの時に一緒にやる友達がいてさ、もう今はやってないけど、無双の岩マジで一人でやるの大変だから一緒に手伝ってっつって二人で一緒に無双の岩のシールドをノエル二人がかりでえい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 っつって攻撃したけど、いや一個壊すのに普通に2、3分かかったってた記憶あるんだけど、やばかったで昔の無双の岩。やばいマジでやばい。なんかね多分大昔の原神やってた人のアーカイブ探してみ、今までのボスの中でも結構やばかったと思う懐かしいな。未だに無双の岩はちょっと抵抗あるわ、トラウマだわ。陽光で頑張ってた。いや昔の無双の岩最強だったほんまに。ただただ硬かった。柱壊せねえんだもん。普通に15分ぐらいかかってた気がするな、二人がかりで挑戦し。懐かしいわ。あ確かに純粋精霊もだるいね。純粋の精霊も水のモンスター召喚するけど、リスがさ体力自動回復があるんだよ。なんかだからダメージ与えてないとどん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 体力回復してって普通に倒せへん。だるかったな。育成が甘くて火力が不十分だと永遠にリスが倒せなくて苦しみましたね。純粋精霊もなんか弱体化食らったんだっけ本当に初期の時はなんかバランス調整ぐちゃぐちゃだった気がする。なんかね無双の岩だけじゃなかったね。無双シリーズみんな強いね。無双の雷もね攻撃でじゃんけんのさグーチョキパーの攻撃あるじゃん。グーでパンチしてチョキでハサミみたいにチョキーンってやってきてパーで叩きつけるバーンのコンボあるじゃん。あれ全然当たらないけど当時の原神なんていうのホーミング追尾性能めちゃくちゃ高くて回避の無敵時間とか元素爆発の無敵時間で避ける以外にまあそれ以外もう走って避けるみたいな無理。すごい吸い付いた。明らかに弱体化させてる。昔の無双の雷返してほしい。結構楽しかったから。給湯樹とかどうだった？あー給湯樹は元から雑魚